皆さんこんにちは、森有です。はい、今日は謝らなければいけないことがあります。皆さんから森有痩せたねとか、森有痩せたねとか、すごく痩せたねって、実は2週間ほど実家の方に帰らせていただいていたんですけれども、この間ですね、見事にですね、約4キロ5キロほど見事に増えました。本当にごめんなさい。多分顔がもし痩せて見えたりとか、鎖骨だったりとかも出てきたんでね、ほら埋まってるじゃないですか。もうやっぱり自分でも太ったなとは思ってたんですよ。犬とねレストランに行ったりとか、外食が増えちゃって実家に帰ったら、私ねいろんなこうしがらみに駆られるわけなんですけれども、一回一回コンビニに行かないと飲み物がないんですよ。水道水飲めばいいんだけども、若干喉渇いても、一回後で取りに行こう、カタカタカタみたいな感じの生活が多かったの。今ここにいるのはね、ウォーターサーバーがあって、本当に喉渇いたら、ウォーターサーバーだからすぐに出せるっていうのもあるんですけど、飲んで新しい水に変えて、体内の水をやっぱり新しい水に変えていかなきゃいけないんだなっていうのを実感しました。ということで体重が増えてしまいました。ボン、見てこれ、もうさ本当にさ、本当にね、情けない。今回お嬢様ジュエル、じゃん、こちらを使って2日間のファスティング生活に挑みたいと思います。何よりね、パケが可愛いのさ。私が好きな、そのお姫様系の、女子が飲む系の、可愛くしてなおかつダイエットができるような、素敵な商品になっております。酵素飲んでる時ってね、ファスティングっていうのをあんまりしたことがなかったの。1日前が撮影だとかだったらファスティングしたりとかしてたんですけど、ここまでほんとひどい体重の増え具合ないのさ。75キロが私今のところベストと言われてるんです。パーソナルトレーニングの先生にも今は65キロから75キロの体型を維持してくださいって言われていて、ダイエットとかも本当にこうボーンと上がらない限りはそんな無理してしなくていいよって言われてたんです。なんですけど、今のこの状況、ボーンって上がっちゃった状況なんですね。今日からこの2日間頑張って、なので今日はもう何も食べないです。このお嬢様ジュエルの酵素しか食べない、飲まないです。これはね、炭酸水とか豆乳とか、いろんなものに混ぜて食べれる、食べれるんですよね。これなんかムニュムニュしてるんですけど、これがタピオカになってます。可愛いんですよね。要はね、もったいなくて食べられない。4色のタピオカが入っとる。お手紙が届いております。私の執事から、親愛なるお嬢様、この度はお嬢様酵素即痩せ実感セット、お嬢様酵素ジュエルをご購入いただきまして誠にありがとうございます。はい、初回のみ100円なんです、これ。はい、48時間、なんで私がずっと2日って言ってるかというと、このお嬢様酵素48時間のファスティングダイエットで3キロ実感した方が多くいらっしゃって、48時間で3キロ痩せるトライアルセットとして販売してるんです。なので私はこれを信じます。はい、2日後、もうちょっとこのね、このむくみの取れたむん、むんむんしとるやん。でもすっきりした感じでお会いできればなと思っております。心も体も前向きになった未来の素敵なご自身と出会うための大切な2日間。スバスちゃん見てる、ありがとうっていう感じの妄想に触れながら、ダイエットさせていただきたいと思います。今日は本当に初日なので、このお嬢様ジュエル酵素のみを朝は食べたいと思います。見て、今よそってきました。見て、かわいい。はい、こんな感じです。すごい、見て、かわいい。おいしい、すごい。一粒一粒に弾力があるから、噛んで満腹中枢を高めていけそうなので、意外と2日間普通に暮らせると思います。おめでとうございます。おやりです。今日のご飯はこんな感じでございます。
ヨーグルトにしてみました。なんか本当してみましたって言ったってなんか本当に混ぜてあのこれは1カップ分です。ヨーグルト1カップで、ちっちゃい1カップ分。うわーめっちゃ美味しい。蜂蜜かけてるみたい。はい、ということで今帰ってきました。そしてお風呂も入ってさっぱりとしてきました。はい、ということで体重を測りたいと思います。本当に怖いんだこれ。では乗ります。お？あー！私の体重計って体重が減るとキラキラするんですけど、え？あ！達成した！ということでちょっと戻りますね。位置に戻ります。はい、ということで2日間のファスティング生活終わりました。あの本当に私的には全然辛くなかった。炭酸水で割ったりとか豆乳でって本当にアドバイス通り、はい、 75.8 減った。え、待って、何キロ減った。短期間集中でダイエットをするっていう時には絶対にファスティングはあの体の老廃物とか流してとかってなったらあのやってたんですけど、こんなになんか満足して食べられてっていうのがすごい今までなかったから、私が気にしてた鎖骨、あ、見える見える見えるということで皆さんもファスティング試してみてください。甘くて美味しい。なんか酵素ってあの甘いっていうイメージにはなってきたんですけど、なんかこう食べる酵素とか、まあサプリとかさ、いろんなものがあると思うんですけど、噛んで食べる楽しみで、あと目で見てすごく感じる楽しみ、そして今回私が試してみたお嬢様酵素ジュエルの詳細は下の概要欄へ出しておきます。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。すごい、なんかそりゃ3キロ以上落ちたらそうなるか。いやー嬉しかった、本当に満足、本当に満足。それでは森江でした。バイバーイ。